こんにちは、速稼塾のコブです。今回は占いのコーナーを2部に分けてお届けしようかと思います。テーマは日本の破綻です。日本の経済的破綻ですよね。皆さんも心配されていることがあると思います。今回2部に分けるのは、速稼塾に入られている方は2部の方もお届けして、最後までね、オチの方まで、裏の世界までお話しします。で、1部の方は一般公開なんで途中で終わってですね、まあ疑問を皆さんに投げかける形で終了するということになります。ご了承くださいませ。ではですね、お話を続けていきます。今、現在ですね、日本の税収っていうのは、まあ簡単に言うとね、50兆円ぐらい。法人税から所得税から国民から集めるお金が50兆円で運営されてるんですけども、実際に国の支出としては100兆円ぐらい使ってるんですよね。まあですから50兆円ぐらい足りないんですよ。その足りない分を国債というものを発行して、要するに借金で賄っているという状況になります。そしてこの国債っていうのは一体ね、誰がお金を出してくれているのか、誰が買うのかっていう問題です。ここからが議論が大きく2つに分かれるところなんですよね。よくね、日本人の借金っていうのは1人当たり800万円だというふうに言われて、あ、生まれた瞬間に赤ちゃんから老人まで1人800万円ぐらいの借金があるんだなっていうふうに思わされているところに対して、そうじゃないよと。日本人は国に対して800万のお金を返してくれっていう債権を持ってるんだよという説もありますよね。で、一部の人はですね、日本の借金問題は解決していて、全然経済的破綻というのはないんだよ、というふうに申し上げているかと思います。その根拠としては、日本人の金融資産が1500兆円ぐらいあって、そして日本の借金が1000兆円ぐらいあって、1500兆円の金融資産に対して1000兆円の借金なんで、まだ500兆円ぐらい余裕があると。しかも、日本の借金っていうのは、対外負債ではなくて、日本の政府っていうのは、日本の国民に対して借金をしているだけだから、別に国の信用は揺るがないんだよっていう説なんですよね。うん、これがまさにね、納得できる説だと思うんですよ。ただですね、こういうふうに考えてみていただきたいんですよ。国債っていうのは一体誰が買ってるのかっていう問題です。これもですね、国債を海外の人が買ってるんだったら、心配だけども、国債を日本の金融機関が買ってるから、結局、借金作ってお金をそこに差し込んでるけども、日本政府が日銀からお金を集めてるんで、日銀がどんどんお金を吸ってるんで、まあ堂々巡りしていて自己解決してる、国内解決してるんで、だから国際信用というのはなくならないんだよって説があります。まあこれはね、一見その通りだなと思いますし、うん、この帳面上いけばそうなんですよ。本当にその通り、日本政府が借金をいくらしても、日銀というところはお金をするんで、全く問題ないと。うん、そういうことになってくるんですよね。要するに日銀っていうのは形を変えればですね、ちょっと言い方を変えれば、日本政府のまあいくらでも無限にお金を吸ってくれるもう懐刀なわけなんですよ。で、言いなりになるわけですからね。まあだから日本政府がいくら借金をしようが全然構わないという理論も成り立ちます。さあ、ところがですね、ここからちょっとした問題に気づいていただきたいんですよ。日本の銀行が、うん、その国債ってものをですね、国が発行した国債を買わなくなったらどういうことが起きるかってことなんですよ。日本の国債を買わないと。例えば10年債とか20年債とか、利回りが薄いんですよね。で、償還期限も遠いということがあります。でも、日本の銀行っていうのはどっかにお金を貸すことによって成り立っていかなくてなりませんよね。でも企業とか一般人はなかなかお金をまとまった金額借りてくれないんですよ。だから銀行が利益をどこに求めようかなと思ったら、行き先が国債しかなくなってるんですよ。じゃあ日本国債を買って、まあ 0.1% か 0.2% みたいなね、金利を大きなお金で利益を稼いでいると。国債が莫大発行されている、例えば50兆とか発行されている時はまだいいんですよ。で、100兆とか発行されたらもっといいんですよ。すごく儲かりますからね。でも待てよと、この国債本当に通用するんかいなと銀行が一瞬思った時に信用破綻が起きるんですよね。例えばもうすでにですね、メガバンクっていうのは国債をこのまま買い続けていいのだろうかどうだろうかっていう検討委員会も始まってるんですよ。そこで語られてる内容っていうのは、国債を買うのをそろそろやめていこうかって話なんですよね。国債、日本国債を買うんではなくて、もっと利回りのいい世界のいい国債とかいい投資金融機関にお金を預けたらどうかということになっています。そうですよね。無理に身内とはいえですね、日本の、条件の悪い国債なんて買う必要ないんですよね。例えば民間ではですね、年利で 20% とか 30% みたいなのを超安全に回してる人もいるんですよ。まあ多くの資産家っていうのはそういうところにしか預けてません。日本の国債を買い続けて大きな利益を稼いでる資産家なんていうのはいないわけですよ。まあ一部いますけどね。相対的に考えてると、日本の国債を買うと確かに安心確実に儲かるかもしれないけども、とにかく時間がかかりするんですよね。
そうなってくると日本の国債っていうのは銀行から見ても相対的に価値を失ってるっていうことは言えるんではないかと思います。日本の国債よりも安全で、例えばね、新興国っていうのはものすごく環境が良くなってきて破綻も起きにくくなってきている、政権のクーデターの引退とかも起きなくなってきてますし、戦争みたいなのがないわけですよ。そうなってくるとある国っていうのはこのまんま50年100年続く可能性があるわけですよね。王朝も変わらなくなってきて、政権も安定してきて、そして安全になっていって、みんなが自由に暮らせるようになってくれば、それはですね、国が破綻するリスクっていうのはすごくちっちゃくなります。特にシンガポールとかは世界中の大富豪が集まってますから、シンガポールが戦争が起きたらその大富豪がみんな困るんですよ。世界中の投資家がみんな困るんですよ。ですからシンガポールを安定させようというバイアスが働くんですよね。まあタイとかミャンマーも同じです。あそこが今度大転覆したら、今まで投資した分が無駄になるからっていうことで、何も問題が起きないようにする流れが資産家とかね、まあ大金持ちとか大経営者とか、そういう国とか、そういう圧力がかかっていくんですよ。以前は国を破綻する圧力が国家間で起きてましたけども、今は国を安定に保つべき成長圧力がかかってるんで、成長しっぱなしになることが予測されます。そうなると金利はどんどん上がっていって、公共インフラの投資もどん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 増えていくんですよね。そう増える中で、国債を日本の10年債、20年債、で、場合によっては40年債も作ろうかって言ってるわけですよ。40年債なんて資金を投入して40年後ですよ。取り戻せるのが。そしたら、2回投資したらもう100年経っちゃうわけですよ。そんなのんびりとお金を稼いでたら間に合わないんで、銀行は、先ほど言ったようなね、シンガポールとかドバイとかにお金を振り向けていく可能性があるんですよ。そうなると日本の国債は全く買わずに、ドバイ債とかね、それからシンガポール債とか、香港債とか買うようになってしまいます。世界中から、そういった国債ってものを探す相場を探すようになりますよね。で、アフリカ債ってのもこれから待ってますからね。で、そうなったらどうでしょうか。日本の国債って売れるんですかね。売れなくなってきたらどうするかっていうと、日本政府は足りない50兆円をついにね、資金調達できなくなってデフォルトってことが起きるんですよ。さあ大変ですよね。そこをどういうふうに考えていくかっていうのは、これから投げかける皆さんへの問いかけなんですけども、それどうするのっていうことをいろんな説を立てていって、その全ての説に対抗策を持っていかないと怖くてやってられないってことになります。場合によっては国を捨てるとか日本円を捨てるとか別の常識で生きていく、こういうふうな視野を広げて生きていくってことにもなるかもしれませんね。まあそういう意味で私もね、海外に住んでいこうかなとか、住まないまでも海外に住める権利を一つでも多く持っておきたいなと思うわけなんですよね。日本円がなくなる可能性もあります。ゼロではないです。そうなった時に日本円以外の資産もきちんと育てておくために、まだ新興国と言われている日本の1万円で10万ぐらいの単位が買えるね、そういう金利差価格差のあるところのお金をちゃんとヘッジしといて、そして日本が、まあ、仮に破綻したりとかね、破綻状態になっても、こっちのお金が育っていくっていう風な形をポートフォリオして取っていくのはいかがかなと思いますけども、皆さんいかがでしょうか。ということでですね、第1部は終わりです。第2部なんですけども、第2部は2つのことをお話ししようかと思います。前回の第1部でお話した内容、日本の国債が、もう日本の銀行が引き受けなくなってきて、売れなくなってきてるんではないかってことがあります。売れなくなってくると、日本っていうのは、おそらく海外に向けて国債のセールスを、ちょっと高い金利で始めると思うんですよ。国債市場で通用する金利ですよ。そうなってくると、日本の国債が、今までね、日本国内で売れていたっていう図が壊れて、日本国内での消費は、例えば 70% になって、60% になって、外国の方が、日本以外の国の方が、日本の国債をたくさん保有するっていう事態が起きるかもしれません。そうなった時に大変なのは、海外の方がですね、もうこの国債いらないやって、一気に売りに出た時に日本のデフォルトがあって、そして日本が、価格を下げた、その国債をもうすでに日本人も買わない、日本人以外も買わないってなって、売れなくなってきて終わりってことになるんですよね。まあこういう図が見えてくるのと、もう一つはですね、このシナリオを書いてるのが誰かってことなんですよ。日本を破綻させて儲かる人がいるんですよね。まあそれが、ロスチャイルドという存在であるのかもしれませんし、まあその他にもね、ロックフェラー財団であるのかもしれません。ここはちょっとね、申し上げられないですけども、仮にワイズメンというふうな形を取らせていただきます。世界で選ばれた12人の、チェアマン、議長ですね。この12人が支配するワイズメンという団体があるんですけども、これは皆さんにはね、全然知らされてないお話だと思います。以前ですね、マジェスティック12って形で誤解された形で、表面に出たことがあるんですけども、あれとよく似た形の団体なんですよね。いわゆる統治体なんですよ。このワイズメンという12人の団体は、ある国の財を食い潰して、それを世界に分散させていくってことを繰り返していったんですよ。で、その分散の割合を12人で上手にこうマッピングしてね、取り合っていくってことなんですけども、おそらくこれから
中国とそれからアメリカ、この2つの大きな大国がですね、世界を二分する勢力を持つと思います。数で押す中国、そして質で作るアメリカというね、大きくはこの2つに分かれるんですけども、2つは強調してやっていく中で、どっちつかずの日本というのはちょっと今ね、厄介な存在になってるんですよ。どちらにしてもアメリカが日本を吸収するか、中国が日本を吸収するかという話になってきます。主にはですね、歴史上類を見ないことなんですけども、アメリカが武力ではなくて、実は経済力とかね、国際力で日本を支配下に置く可能性は強いです。これは多分ね、アメリカの歴史で武力以外で、他の国を吸収するのは初めての計画だと思うんですよ。そういう風にしていくのと、反対に中国っていうのは今度は武力でですね、日本を自分の支配下に置く可能性があります。この武力で置かれた場合、当然日本人の方にも死者は出ると思いますし、完全に占領されるわけですから、おそらくこの先何百年も起きないと言われている国際戦争ですね、その一旦最後の戦争になると言われています。しかもその戦争はあっという間に終わります。1ヶ月前後で終わります。これもシナリオで書かれてるんですけども、まあだから占いなんですけどもね、シナリオで書かれている通り、1ヶ月ほどで東京から東北、北海道の方はもう無血開城です。これは日本政府もほぼね、お渡しする意思を示してるんですよ。で、その他、岡山を首都として、新しい日本というのが再構成されるんですよ。岡山が首都になります。岡山を首都として、それから今のね、東京、それから今の九州、これを本土としてですね、ちょっとちっちゃめになった日本というものが、自治区として解放されます。今、中国っていうのはウイグルもそうですしね、自治区っていう構想を持ってます。まあ、はっきり言ってここは、完全に占領してしまった土地になってきますけども、もうほぼね、中国っていうのはこの作戦であらゆるところをね、内モンゴル自治区みたいなのもありますけども、これモンゴル人が住んでるところをもう奪ってですね、殺してですね、自分の町にしてるっていう風な過激なことを言う人もいるぐらいなんですよ。私もまだ現地に行って確かめてませんので、どっちつかずのことになります。まさに占いのことになってきますけども、もしかしてそのモンゴルっていう土地をダッシュして中国の自治区というふうにしてしまったんだとすれば、これは大きな時代の転換点です。なぜなら日本自治区っていうのもこの後作られる計画があるようなんですよね。まあそう考えるとですね、中国っていうのは今どちらかというと、武力で、昔のアメリカのようにね、武力によって近くの近隣の諸国を黙らして自分の手中に置くということが考えられ、アメリカはもう今ね、もう平和の戦士を気取ってるわけなんですよ。要するに経済力と国際力で支配していくと、もうなんですか、血を流さない戦略ですよね。でもアメリカの軍事力というのは強大なんですよ。その軍事力を背景にした国際力とか経済力なんで、逆らえる人がいないんですよね。言ってみればこれも暴力みたいなもんなんですよ。でこの2つを操って戦わしているのが例のワイズマンなんですよ。ワイズメンっていうのはこの2つの勢力を使って上手にバランスを取りながら、いろんな国をですね、こっちのどっち、西側か東側かどっちかにつけて、もう本当に紅白なんですかね、紅白大会みたいな感じですね、紅白試合みたいなことをさせてるわけなんですよ。で世界が統一されると、この統一っていうのが困るんですよ。支配者層にとっては2つの思想、2つ以上の思想があることによって利益が生まれてますんで、世界統一がなると困るんですよね。ですから適度に混乱を起こして、適度に、クーデターを起こして、適度に、テロを起こすっていう操作をしてるわけなんですよね。まあこういうことを考えると、もうすでにですね、日本が破綻するかどうかっていうのはもう問題外になって、日本は当然これから形を変えて、まあジャパンという形ではね、一国の独立国としてはもう、もしかしたら持たなくなるかもしれません。まあ多くの可能性をはらんでいるんですけども、50年後に日本があるかどうか非常に疑問でですね、もしかしたらないかもしれません。ただ日本という島国が消滅するわけではなくて、日本自治区という形では自主独立は守られた形で、生きていけるのかなと思いますけどもね。当然今みたいな自主独立の完全な独立国家ではなくなるということが考えられるんじゃないかなと思います。当然その頃には日本国債というのはもうすでに机上の空論の概念であり、日本円というのも概念は残りますけども、実際にペーパーとしての日本円はないと思います。要するに株式市場とか FX 市場で取引される円という概念だけが存在して、円を使った国とか円という日本の紙幣として、硬貨としてのコインというのは単なる骨董品になって、市場では流通しないという形になるんではないかなと思っております。まあ以上がですね、今まで、集められた情報をもとにした近未来の日本図ということになっておりますけども、皆さんどうお感じになったでしょうか。それでは本日は以上です。